どういう風にして見つけたりとか、難しいね。自分とは何ぞや。企業公認のやつ、リーフと近寄らないところがあったんですけど、一旦5社ぐらい応募して。表面でしか判断できん人、人間の真髄見えるわけなくない。今回のテーマは、鈴正君の方からお願いします。はい、就活のなんか軸だったりとか、行きたい企業っていうのって、どういう風にして見つけたりとか、あ、これだなっていう風になったのか、ちょっと聞きたいですね。今、鈴正君がやってることとかってある？企業のことを勉強して話せるようになっても、結局企業の人が知りたいの自分じゃんみたいな話を偉い人から聞いて、確かにそうだなと思って、今自分とは何ぞやって考えてます。誰かの夢とか目標を応援するのは好きなんだなっていうのは今気づいてて、でもそれなぜって言われるとまだ全然出てこないんで、まだ深掘りできてないです。お二人はどういう風に大企業とかって決めてますか？自分を知るっていうところは、他人とめちゃくちゃ話をして OB4 を持った時にこんな風に見えますかみたいな、いろんな人聞いた。行きたい企業っていうのは分かんなかったんで、インターン50社ぐらい応募して、とりあえずいろんな業界に行って実際に経験してみたっていうのはめちゃくちゃいいですね。インターンで興味持てるところがあったりなかったりしたので、いろんな人の話聞いて、自分の軸ってこういう風に作っていけばいいのかなっていう風に自分の言葉に返ってくるみたいな感じで、経験っていうの大事にしました。難しいね、経験超大事だ ね、 ね、でも体験とか経験したことからでしか判断できないからね。確かに自己分析とか自分を知るってところは、なんかこう自分でこうただ紙にこうバーって書くんじゃなくて、いろんな大人の人と一緒に話したりとかしていく中で、俺ってこういう人間なんだなとかっていうのを見つけていったって感じですか？そうですね、私自身が結構自己評価が低い他人から言われることがあって、なんで正確に自分のこと分かんないなってすごい思ってたんで、よくいろんな人から聞いた方が客観的に見えてるなみたいなところがあったりしたので、自民の人とかに Google フォーム作って32回自分どう見えますかみたいな自分なりに作って送って答えてみたいな感じで、めっちゃいいねそれ。で、自分がこんな人なんだなみたいなところがありましたね。あ、いろんな人の物差しに触れて自分の形というか、こう性格に測ったっていうことですね。そうですね、タコ分析みたいなやつ。あ、そう、タコ分析みたいな。でもなんかやりすぎると結局自分って何なんだろうって分かんなくなっちゃったりするんで、また自分で整理するみたいな。いいっすね。確かに。逆にどんな感じで？軸は自分の譲れないものを中心に考えたかな。私は人を楽しませたりとか、自分が楽しむっていうことを何をするにしても基本ベースで考えてたから、そこから行きたい企業を探した。その譲れないものはどうやって分かったんですか？考えることが好きで、本当に偶然の産物みたいな感じで、でもずっと考えてたからってことだよね。あ、そうですね。小さい時から振り返ったりしたってこと？大きい出来事を振り返って、自分はじゃあどういうのが好きだったかなとか。でもその軸があったら選びやすいじゃ選びやすいよね。そうですね。今回の行きたい企業とかの選び方で、前原さんの軸があったとして、そこに合う企業ってどうやって見つけるんですか？ナビサイトとか情報はやっぱいいこと書いてあるじゃないですか。あ、確かに。でも分かんなくない？説明会とか見て、課長クラスの人とか出てくるじゃないですか、座談会とかで。でも1ミリでも、めっちゃこいつ偉そうやんと思ったら弾く。偉そうじゃなかったらどうするの？とりあえず応募して、祈られたとしても企業名とか知らん企業受けとけん、そんな傷つかんわけよ。強いな。だから、まあ、次行こうみたいな感じになれるし、まあ、有名な企業やったらちょっと傷つく、いや街とか見てても今までの受験勉強とかって、3校受けて2校受かるとか、なんか全部受かるとかが当たり前な感覚があるけど、就活って落ちるのが当たり前じゃん。あ、確かに。だからほんとメンタル来るよね。メンタル来ますよね。書類選考とかで落とされた時は、表面でしか判断できん人って人間の真髄見えるわけなくねって思って次に進むようにして。すごい強い。前原マインドの元。こういう考え方もっと楽だなって思います、ね。そうよね。確かに、ある程度落ち込んでもいいけど、割り切る力も大事だと思うし、落ち込むことが悪いことではないから、もう超落ち込んで次頑張ろうみたいな感じでいいと思う。
分の軸を持つことといろんな経験をしてみるっていうのが出たと思うんですけど、他に行きたい企業を見つける上で、あ、こういうのやってよかったなとかあったら教えていただきたい。うちは全然違う業界目指してる子の話を聞くっていうのも、まあ、一つ手かなって思いますね、うん、お互いの企業理解とか深まると思うから、例えば池田君と話してたら金融ってあこんな感じなんやとか、うん、なんか新たな収穫を得ることができるから、うん、大事。確かに自分が今のところこれやっててよかったなってことは、それこそ旬ダイヤに出続けるっていうの結構大事だなと思って。ありがとうございます。たまに人材業界で働いてる人だったりとか、それこそワンキャリアの人だったりとか、そういう就活をほとんどなんか知り尽くしてる人たちと出会える機会ってなかなか多分自分の力だけじゃないんで、そういう人とつながって聞きたいこととか聞いてみるとかして、うん、フィードバックもらうことはめちゃめちゃいいなと思ったんで、再現性ないな。YouTube 見る以外で企業を選ぶ上でこういうところを見てよかったなとかってありますか？ワンキャリアとか、うん、そういうなんかいろいろ企業のってるところがあったりしたので、うん、実際働いてる人どんなこと不満に思ってるのかなみたいなのをチェックしてみたり、それで決めるってことはないんですけど、うん、損はなかったかな。確かにね、口コミサイトってさ、なんかメアド登録せんといかんやん。あめっちゃメール来て、使うメアドは分けた方がいい。確かにね、ちょ分けます。分けます。絶対分けた方がいい。一番有益かもしれない。そうですね、埋もれちゃうから企業の大事なメールが、うん、それでさ見過ごしたらめちゃくちゃ嫌じゃん。そっちから言える唯一のアドバイス。意外とさ、就活成功してめっちゃキラキラした人に見えても働き始めたらやっぱまた悩むよね。あ、仕事楽しくないとか、もっとこうしておけばよかったってなるから、ミスマッチをなくせたらいいですよね。だからそれこそ OB 訪問とかやるのはありかもしれないなと思いますね。 OB 訪問とか、 なんか企業公認のやつで行くとなんか割といいことしか言わないところがあったんですけど、大学経由の OB 訪問とかすると説明会で言ってたこととか違うこと言ってたりとか、現場レベルの人ってこんな風に思ってるんだ、こういう制度ありますよって言ってたけど実際使ってる人いませんみたいな言われたりとかして、企業公認だけじゃなくて違うつてから行っとくとなんか良かったなっていうのが OB 訪問に関して。あ、確かに。びっくりしたけど、やっぱ世の中の結構な割合の人はやっぱ仕事楽しくないとか前向きに働いてない人もいるから、でもそれなんでかっていうのを早めに知っておくっていうのが大事だなって最近思いました。就活生からしたらなんか企業に勤めてる人って世界の偉人に見えてしまう時がすごくあるんですよ。うん、でもなんかみんながみんな目標に向かって頑張ってるわけでもないし、そういう風に考えると OB訪問とかちゃんと行けばよかったなって思うし、今からでも行こうかなって思いましたね。まとめると、行きたい企業とか行くっていうのは池田さんのように、うん、あの経験とか体験することで一番身につくというか自分の軸であったりとか選択肢が増えると思うので、いろんな体験をしてもらいたいっていうのと、まあ、あとそこまで気負いせずに進めていただけたらなと思います。というわけで2つ目のテーマはこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。